特撮、ドラマ、役者さん、好きなものを語るラジオチャンネル、ゆうちゃまのひとりごと。朝ドラ、カムカムエブリバディの思い出を語ろう。どうもゆうちゃまです。カムカムエブリバディ、放送が終了してもなお、自分の好きな作品として心に残ってるわけなんですけど、最初、タイトルを見たとき、まさかこんなお話だとは思ってもみなかったんですよね。3人のヒロインの登場、タイトルがカムカムエブリバディ。すごいポップな感じで、結構ぶっ飛んだ話なのかなって思ってたんですけど、もうね、しっかりもう緻密に描かれて、精密にね、もう伏線も貼られてまして、安子編、るい編、ひなた編、どれも楽しんで見させていただきました。それぞれのね、そのそれぞれのショーの良さがあったんですよね。全体を通じて言えるのが、3人とも、まあ、運命の人と一度結ばれるってことだと思うんです。亡くなってしまったり別れてしまったりとありましたが、人生って、まあ、続いていくんだなと、まあ、3人の生き方も全然違いましたよね。特に僕はルイが一番好きなんですよね。深津絵里さんが演じられてるんですけど、深津絵里さんが朝ドラで出演ってこうめちゃくちゃ嬉しかったですね。踊る大捜査線から好きだったので、朝ドラで久しぶりに深津さんの演技を見れて、カムカムエブリバディを好きすぎて映画村に聖地巡礼に行ったんですよ。ちょうどカムカムツアーみたいなのがやってまして、ここの部分はこういうところで使ってたんですよみたいな。すごいね、その朝ドラのカムカムエブリバディの勢い、まあこう人気度を感じました。あの映画村の街並みってすごいいいですよね。今リニューアルしてちょっと変わったかもしれないんですけど、映画村の舞台すごい良かったですよ。カムカムエブリバディの良さっていろいろあるんですけど、泣けるシーンも多かったり、まあ、そういう恋愛の関係性だったりが描かれてたりとか、そういうね、人生を描いてる作品、カムカムエブリバディ、ちょっと言えてるか怪しいですけどすごい僕は好きでした。主題歌も良かったですよね。愛さんのアルデバラン、未だに揺るがない名曲です。祈りながらシンガーソングですね。ゆうちゃまのひとりごとを最後まで聞いていただき本当にありがとうございます。よかったら他の動画もぜひぜひ覗いていってくださいね。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。それではまたね。ゆうちゃまでした。